こんにちは、ゆうです。パズダのおずかです。はい、今日無課金サバカ芝居のあるやっていきたいと思います。今日誕生日の方おめでとうございます。先ほどの動画に引き続き撮ってるんですけど、眼精疲労が無事に限界を迎え、はい、メガネになりました。はい、今日はメガネでよろしくお願いします。昨日か、この動画撮影時点の昨日なんですけど、ちょっとお外にちょっと用事があって出かけて、多分目薬をそこで多分捨ててきました。はい、これ終わったらちょっと目薬早く買いに行きたいです。はい、では今日やっていくのがタイトルとサムネ見てもらったら分かるように、分かるんかな、僕のタイトルとサムネで。シアトのクエストダンジョンレベル13、先ほどちょっと負けちゃったんですよね。いろいろ事情があってちょっと立て込んだ企業秘密です、これは。それではパーティーご紹介します。はい、龍馬くんウルトラですね、僕のお気に入りです。はい、お気に入りですね。はい、でリーダーの龍馬くんに、直角性10個無強化、リラチェン耐性神キラーで、天野書のコートつけてます。まあ、指を補うのと、突きを補うのと、チーム HP 盛るのと、ここからもう HP 持ってなんぼの世界なんで。はい、でこちら、我が軍の、無効貫通、ダイブ属性吸収枠といえばウィングガンダムゼロなんで、はい、直角性浮遊、上限解放、神キラーで、ダブルゼータガンダムの武器つけてます。でこちらも作りましたよ、頑張りましたよ。はい、小学生じゃなくて名前言うて、レイランバードですね。レイランバードに超学生スキブプラス上限解放の意味はあるんかわかんないんですけど、一応つけてます。で、エネルギーのウルトラマンジードの武器つけてます。で、こちらが雪の下、なんかみなさんせっかって言って言う本皆さんせっかって呼んでありますね。はい、に、超学生潜在をスキルチェーン6つに、10連ガチャパーつけております。で、こちらが、サブのウルトラですね。サブのウルトラにスキル戦4つ、神キラー2つに、回収の武器つけてます。でこちらがフレンドさんの、ウルトラに、神キラー2つにスキル戦4つに、何だっけ、コピスの武器つけていただいてます。というかこの方しかフレンドにおりませんでした、ウルトラので、マッチが HP プラス、ごめん、もう Bluetooth のイヤホン慣れへんくてさはい、ちょっともう手違いが多すぎて、はい、ちょっと2回ほど負けております。はい、まあこれ4月ね、クエスト13クリアしたら魔法石42個になるんで、スパイファミリー42個引けるということで、42個だけど6回引けるということで、はい、そうだね、魔法石42個にするために最高。あかん、ちょっとね、集中力がね、切れてますね、これ完全に。まあまあ追い込まれた状況でこそね、進化を発揮するということで、頑張っていきたいと思います。はい、お、あれ？こんな、さっき、無効貫通ワンチャンやったんですけど、そんなことないんや、必ずしも。で、一応、ローマくんか、使っとくか。はいはい、レイランバード。さっきね、レイランバードとね、使う順番ミスったんすよ。ウルトラからのレイランバード使っちゃって、ウルトラからのレイランバードってね、水作んないんですよ。まんまとやられました、自分のプレイヤースキルのなさに。しかももう負けたと思ったとこからの逆転劇やったんですよ。あ、今負けたかと思った、こんな削れんけ。あ、そっか、最初ちょっと全然4つ決まってんかったよね。こうチェックしよう、右チェックしよう。はい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 、色決まってるね。あ、なぜその光を右にずらしたの。いや、全然回復できるやん。 OK、 はいはい、反り足で読み方合ってるのかな、反り足。はいはい、ちょっとごめんなさい、全然おもんないかもしれないですけど、ちょっと集中しますわ。もう多分ね、まあ、おもんないと思うんですけど、まあ、いつもおもんないか。集中した結果がこのざまかよ。おい、レイランバードやっぱいいっすよね。で、使う順番さえミスがなければ。いやいや、オッケー。はいはい。いや、ちょっとどうしよう、もう
ちょっと待って。これでいいか、もう。多分ね、光やから。火さえ決めとけば、なんとかなるやろ。オッケー。まだ13やしね、言うて。で、雪の下使って、回復置いといてほしい気持ちちょっとあんのよね。消すん。消しちゃうよね、そら。回復。いや、この長さじゃきついなぁ。いや、ちょっと待って。はい。そんな、急に帰った途端に変わる？いけるんか。それならええわ。はい。誰やったっけ？銀杖か。銀杖無効貫通に属性吸収やんね。光闇やから、ダブルゼータの武器使って。俺は死なない。オッケー。で、はい。だからさ、もう、Bluetooth のね、Bluetooth、これもう、はめ方わかんないんですよね、あんまり。すいません。で、ヘラドラゴンね。はい。ヘラドラゴン。いやー、これきついよね。レイランバード使って、かー言うて、さあ、これ逆に使っちゃったんですよ。ちょっと待って、また落ちそう。もう僕、ゲーム音は聞きたい派なんですよね。四つ消しの感覚とかわかんないんで。そらね、火属性炎波決まってるからね。よし、次はラストボス。サクッといきましょう。ボーランの風圧。はい。回復置いといてよ、回復置いといてよ。一個回復一個か。ちょっとなんか、優しくないなぁ。ウルトラさんの回復の残し具合。おい、ただし落ち込んは優しい。盾張ってるよね。いや、チーン。で、ダメージ吸収が向こうのフロアから多分ね、ウィングゼロが解禁されるんで、その前ちゃんと色消せよ。色消せよ。よし。回復。いや。オッケー。はい、雲。はい。おい、あげるん。ちょっと待って、コピースの方から使おうか。これやったら回復残るやろ。はい、やっぱり。よかった。ちょっと待って、でも色は、消しや。よし。ほんま、レイランバードが残ってくれたら一番嬉しいんやけどなぁ。おい、それ、そら泣いて。あと一旦か。もう使っとくか。ヒーキー吸収。あ、そっか。どっちも弱点属性ってことね。火属性は後から来るから、はい。はい。なんとも言えへん。いやー、ちょっとそこで遅延はないやろ。あ、じゃあ、火を、あれか。三つ消しにしたいんか。三つ消し二コンボやね。たこ焼き発動するね、これ。初、たこ焼き持ってへんかった、誰も。うえ。もうやめてよ。よし。いや、だからやめーて。
で火を見つけし、光を告げし、水いやもうなんかわけわからん消し方になってるけど、いやこれ耐えれるかな。クリアしたわあ、初ゲットでございます。ちょっと時間がなくて、ね、全然できてないんですよね。はい、それでは魔法石いただきましょうか。クリア魔法石13個でございます。なんかようわからん間にクリアできたんですけどはい、それでは今回はこれにてお開きにしたいと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。皆さんもお付き合いくださりありがとうございます。もしね、この動画が良かったよという方はチャンネル登録と高評価を押していただけると嬉しいです。はい、あと概要欄にツイッターのリンクとかやグッズ販売ます展開中なんで、はい、そちらの方もチェックよろしくお願いします。あとメンバーシップの方もご検討ください。結構ね、はっちゃけたことやってるんで、はっちゃけてはいいひんけど、はい、結構頑張ってるんで、面言放送とかも、はい、はい、はい。まあ、それでは、今回はここら辺でお開きにしましょうか。それでは、お相手は私、ゆうでございました。バイバイ。多分次ガチャ引きます。